りない時代でも迷ってる暇はない。言葉を発することで言葉まで乗る僕はそう信じております。これまた思いもしなかった相手失敗するなどどうだっていいや。知識過剰以上に経験者の謎もなる。コムタクチャンネル、コムタクチャンネルへようこそ。小林拓一郎です。今日は豊川のアスパラ農園にやってまいりました。これ皆さん後ろこれ何だと思います？もうアスパラ農園って言ってるからアスパラなんですけどすごくね、こんなんなるんだね。知らなかった。こんななんか茂みみたいになってくるんですね。はい、そして今からアスパラ狩りをさせてもらいますが、これ見てください。これちゃんとねアスパラガマって書いてあるんですよね。すごいよね。あるんだね、こういう商品がね。今からこのこれがね、いわゆる親木っていうやつで、この親木の横に生えてくるアスパラ、あったあった、ここにあった、こんな感じ。こういうのを今から取っていきます。すごい立派な太いアスパラでしょ。ねえ、やらしいよなあ、そっちにあります、そっちにあります。でちなみにここの、豊川の中村さんという、このアスパラ農家さんの今ビニールハウスに来させてもらってますけど、あ、ありましたか。これ太いですね。わ、それいいやつですね。あ、本当だ。ちょっと今から借りたいと思います。ちょっとじゃあ狩る動画を撮りたいと思います。ではアスパラを借りたいと思います、うん、ここにね、すごいのあるでしょ。これの、ね、この辺持って根っこをこうやってやるとスッと、すぐ、うん、あんま力入れずスッスッってやると。で中村さん、ここの農家さん曰く直火で焼くのが一番うまいって。これじゃあ筋とかないんですかって。そういうのはやっぱりね、たまにあるかもしれないけど、で本当にいいやつはもうこのまんま一番焼いて食べるのがそのまんま一番柔らかく食べられるって言って、太いのに筋ありそうですけども、でしょ。茹でたりするよりは全然そのまま焼いた方がいいって、でバーベキューとかやるけど最高だって。焼いちゃいましょう。これちょっとグレパーとかでこういうのやりたいよね。芝生のところで。いや、芝生でバーベキューちょっと。ただこのこれウッドチップ、これはあの市川造園さんのウッドチップ使ってるんでね。ね、すごいね。そこにまた堆肥も入れてるのかな？液肥って。液肥か。やってましたね。液肥か、うん。ということでじゃあ取っていきますか。はい。はい、行きましょう。ここの農園の中村さんです。どうも。やばい人だね。わかんない。実はやばい人だね。中村さんもアスパラ何年ですか。13年、4年ですかね。13年、4年。今が一番シーズンなんですかこれ。春が一番シーズンかね。でこれから今もシーズン。だってこんな太い、これもめっちゃシーズン真っ只中じゃないですか。こんな感じ。すごいですね。これもこんなに親木が育つと思わなかったですけど、これってまだまだ大きくなるもんなんですか。これなるんですか。止めてあるもんで。あ、はい、今切ったところで止めてあるんですよ。本当なら結構3メートルぐらいになります、ね、こう植えつくぐらい、はい、そうするとやっぱ手入れが大変だし、やっぱり余分の養分入れますもんね、はいはいはい、ここに止めて一番いい効率のいい入れするっていうことで。はい、で大体この1本の親木に対してこの横から何本ぐらい生えてくるものなんですか、アスパラって。わからないこと聞かないでくださいよどのぐらいですかね、わからないです、本当に。どのぐらいでしょう。でも毎回こう、1日どれぐらい取るものなんですか。もうこの面積で大体いるんですけど、うん、面積で今なら15キロぐらい取れるのかな、はあ、この6月でね。6月で、はい、4月なら全部でうち200キロぐらいは持ってきますもんで。200キロ、まあ、めから面積ですよ、ね、はい、ね、はい、はい、あんまり細かいこと考えてもらえない1日何回ぐらいやってるんですか、収穫は。2回、はい、朝と晩。そうです。もう晩には伸びてるってことですね。そういうことです。はぁ、1時間1センチって言われてますもんね。え、そんなに伸びんの、はい、じゃあもう次の日に例えばほっといたやつっていうのはもう、もう捨てるものになってしまう。硬くなっちゃう。頭が言われてしまうんですよ。はあ、食べれるんですけども、品質的に良くないということで。あ、そういうことなんだ。振り返るともう食べてますもんね。そうですね、確かに大げさな話。そっか、うんうん、そうか、寝る腰もありますし、うん、そういうことか。実は以前ここね、まだこの親木がこんなに育つ前に来させてもらったことがあったんですが、短期間でこんなに伸びるもんなんだなっていうね、すごいな。
このねアスパラを、はい、今後グレープパークコーヒーショップでも出していこうかなと。どんな形になるかわからないですけれども、ちょっとこのアスパラ使った料理っていうのも出していきたいなって思ってますんで、楽しみにしててください。美味しそうでしょ。こうみずみずしい、すごい、ここから水が滴ってくるもんね。すんげえ美味しいアスパラです。